とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。先日の動画で、最弱ランキングをやったんだけども、その時にこれ、レイピアは最弱のランキングに入るよっていう話をしました。そしたら、コメントで、このレイピア、ビルド次第では全然強いっていう話をもらいまして、それを試してみようと思います。いや、ほんとね、まだまだ知らないことが多いですね。で、使い方だけども、レイピア、キノコはいらないらしい。キノコなし。で、羽と、これ、パワーシェイカーとドラだね。この3つを組み合わせて戦っていくみたいです。とにかく、攻撃でパワーシェイカーを4回すぐに使い切ります。で、その後に、クールダウンショットですぐに回復させて、その繰り返しだね。こんな感じで戦えばいいらしいです。そうするとね、確かにね、見た目はね、かなりダメージいってるんだよね。ちょっと強いと思う。まあ、とりあえずやってみましょうか。で、パワーシェイカーのダメージを上げるために、輝くローブをつけてます。まあ、これでレイピアのダメージも上がりますので、どんな感じになるのか、やってみましょう。それでは、ここ行ってみますね。こんな感じでしょ。ああ。あ、まあ、火力出る。し、範囲が、パワーシェイカーの範囲になるんで、結構広めだね。オッケー、あ、大丈夫。使い方は分かった。悪くないな。あー、ちょっと待って、これ、エンチャ何入れてる？回復何入れてるんだ？ちょっと待ってね。回復、吸血かなんかか、これ。あ、回復何にも入ってねえわ。うん、クリティカルダイナモスタン。こりゃ回復しないなら難しいよ。そうね、これ回復は、どうなんだろうね。これはリフレッシュがいいのか、それとも輝く、輝きでもいいよね。この攻撃速度だから。輝きでもいい。で、リフレッシュで、ポーションバリア、多めに入れて突っ込んでいくっていうのもいいかもしれないね。はい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 。あ、全然強い。この戦い方知らなかったな。なるほど。これだとね、使い方次第だわ。本当に。使い方次第で、これはすごく使えるやつになるな。ただ回復が欲しい。ちょっと俺ミスってるわ。適当なやつ装備してきたんで、それはちょっとミスってるんだけども、すごい。今のところを攻略できていけるなら大丈夫でしょう。全然使っていけるね。じゃあちょっとレッドストーンゴーレムどんな感じか見てみようか。よし、レッドストーンゴーレム行きましょう。あ、強い。火力出るね。火力出るわ。まあまあ、ドラを当てるからだよね。ドラを常時使っていけるんで、そうか。それで早めにいけるのか。いや、ちょっとこれは、この前のランキングミスったな。いや、いろいろまだあったんだよね。言われて思い出したけども、ラストラーフ。あれ弱かったなと思って。そうなのよ。ラストラーフ。まあまあ、探検はね、月のダガーとか意外と強いのあるから、入れてなかったんだけども、ラストラーフはあれ単品で全然弱いから、ああいうのをね、ちょっと忘れてたなぁ。ミスったわ。グレイブも弱いしね。よし。いや、でも、逆に良かったかもしれないね。こういう知らなかったやつを教えてもらえるっていうので、だった、なんで、なんだろうな、こういう戦い方したら意外と強かったよっていうやつとか教えてもらえれば嬉しいです。なんかすごい参考になります。
それではボス倒してみましょう。どうだろうね。とりあえず、ダイナモは20まで貯めときましょう。あー、待て待て。オッケー、ドラゴをすぐ使えるようにしときま、あー、パワーシェイカー切れるな。パワーシェイカー、おお、でもこれができたか。オッケーオッケー。今のはまあダイナモがねラッキーだったっていうことでいいでしょう。いけ、いや強いぞ、強いな、強い強い。いやー、驚くほど強かった。破壊力ありすぎるな。おお、いやー、今日はね本当コメントありがとうございます。レイピアの使い方が、分かりました。うん、まあ確かにレイピア自体の攻撃力はないので、トゲ対策にも持ってこいですね。で、うまいこと使えばこのパワーシェイカーの範囲が広いので広範囲に敵を倒していけてすごくいいです。火力も出る。ただエンチャントはねちょっと考えないといけないね。うん、今回回復が入ってなかったので、まあうーん、そうだな、多分吸血はねあんまよろしくない気がするんだよな。なのでリフレッシュ、リフレッシュ発動する？パワーシェイカーで倒して発動しないかもしんない。ならばもう輝きの方がいいのかな。うん、と、エンチャントも、まあ、ダイナモは意外と貯めやすかったので、いいとして、ちょっと考えるところですね。難しい。で、防具も、そうだな、まあ、アーティファクトのダメージ 50% は欲しい。欲しいのよ。ただ、結構、近接で戦っていくので、防御性能も欲しいので、まあ、ちょっと、悩むところですね。難しい。いや、でもこれ使ってて、なかなか面白い装備だったので、ちょっとランキングを改めないといけませんね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。